今まで日本人が受けてきた普通の治療、特に40代以降の中高年のほとんどが受けていたであろう普通の治療だが、そのために体中に激痛が走り、味覚は全く失われ、幻覚に怯え、意識は朦朧としていった。これはじわじわとあなたの体を蝕み続けているかもしれない、ありふれた日常に潜む悪魔がもたらした恐怖。日米で教鞭を取った言語学者ダニー夫妻をその恐怖は襲った。1988年、ダニーは北京の大学で集中講義を行っていた。その時英語講師をしていたウェンディと出会い、二人は恋に落ちた。こんなに素敵な女性が近くにいたなんて、僕の恋人になってほしい。二人に言葉などいらない、ウェンディはそう伝えているかのようだった。そして初めてのキス、その時ダニーは震えていたという。あんなに震えるなんて、女性に対して純真な人だと思いました。でも後で本当の理由を知って驚くしかありませんでした。発端は13年前に遡る。突然体のいろいろなところが痒くなり、吹き出物が出始めた。それが数日経つと、物を飲み込むとき痛みを伴ったり喉が詰まったりするようになった。やがて皮膚と喉の痛みは全身に広がり、体に触れられると飛び上がるほど痛むまでになった。そう、彼女との最初のキスは感動ではなく痛みのため震えていたのだ。そして二人は結婚。その後も夫妻は日本やアメリカでありとあらゆる病院を訪ね歩き、必死に痛みの原因を突き止めようとしたのだが、全ての専門医が出した答えは原因不明、治療法不明というものだった。しかしそれは決して人事ではない。果たしてダニーの体を蝕む者の正体とは。ビートたけしプレゼンツ奇跡体